はい、時間ですね。はい、それでは、はい、じゃあワーホー、はい、はい、はい、じゃあよろしくお願いします。明るくていいんですかこれ？あ、消える感じですね。とりあえず、まあこういう感じで、自己紹介で、あ、暗くなって全然見えない。あの僕あの残飯食べる方じゃないんで、それ間違えないでください。ヤッポーと言います。なんかパールのシーパンとかにいろいろあげてる人です。一番最近なんかやったことといえば、Excel ファイルをパールでいじるの超楽しいねみたいな、よくわかんないエントリー書いて200ブクマぐらいされてました。よろしくお願いします。皆さんヤプシー楽しんでますか？はい。なんかワンツースリーヤプシー大好きって牧大好きさんが言ってましたけど、まあそんな感じで僕なんですけど、今日の予定なんかすごいです。10時にヤプシー行ってちょっと会社のイベントに呼ばれてて、3時半に渋谷一旦戻って、で30分ぐらい前に会社出てまたここにいます。でまたちょっと夕方に用事やって呼ばれてるんで、これ終わったらまた帰っちゃう感じで、あのこれとかそのまんま持ってあの会社から出てきてやってきました。で消えちゃいましたね。でもつきます。はい。でこんな僕助けてくれる人いたらいいですねっていう話で、でまあなんか今日何のトークしようかと思って、なんかなんだろう、スマホ時代だからパールだけやっててもしょうがないとか、なんかパール以外の言語とかも使えないエンジニアとかマジで仕事でやっていけないとか、そういうなんだろうな、プログラム言語的なボーダーとか余裕で乗り越えられるエンジニアじゃないとダメとか、あと最近だともうちょっとしたことで国際的なあの早起きサービスになるんで、やっぱり日本語だけ使えるエンジニアも全然ダメだよねみたいな、精神論っていうか、なんかすごい意識の高い話とかしようと思ってたんですけど、なんか午前中になんかプログラマー書かないインフラの人たちがすごい意識高い発表すごいしてたんで、ちょっとお腹いっぱいになったんで全部書き直しました。ごめんなさい。ちょっとあのだからアブストラクトとちょっと違います。でまあ本日の概要は僕こんなこと書いてて、で意識高めの話はなしって言ってたんですが、肝心のこっちですね、あの Java の話で、まあ習得状況によって内容が変わるみたいなことを言ってたんですけど、進捗Java の習得の進捗なんですけど全然ダメで、なんかすごい頑張って覚えようとしてたんですね。僕もなんかちょっと真面目なんで、でまあなんか Java ってすごい普通すぎるじゃないですか。であの皆さんに質問なんですけど、ちょっと小さいですね。はい、はい、この Java じゃないや、このプログラムコードは一体何の言語で書かれているでしょうかという話です。で、パールだと思う方あの手を挙げてみてください。ヤプシーなのに手を挙げないんですか？信じらんない。マジで？じゃあ Java だと思う方、それでも少ない、まあいらっしゃいますね。ありがとうございます。大体10分の1ぐらいですね。はい、まあで正解なんですけど、まああの Java ですよね。普通にどっからどう見ても Java に見えます。ちょっとコントラスト悪いですね。でまあそしてあのパールでも動くんです。さっきのコード編はこういうコードを書いたらちゃんと動きます。本当にだってあのヤプシーなのになんでパールの話出さないの、バカなのみたいな感じでみんな言うじゃないですか。だから僕もちゃんとその辺考えてやりましたよ。はい。でまああのパールとか Java とか大体今見ていただいたように全く同じ言語じゃないですか。なのでなかなかあのパールから Java を覚えようとするのがすごい面倒くさくて進捗ダメになってくるんです。でまああのこのまま進むと良くないんで、パールの部分の解説なんですが、まずはあのこのブーリアンバリュートゥルーっていうやつ、何でできてるかというと、まあ上の方でコードがあるんですけど、 L バリューアトリビュートっていう、あのパールってあの Java とかのアノテーションでいうところのアトリビュートっていう、変数とか関数とかに属性を与えることができていて、その属性で組み込みで、まあ、あのユーザーサイドでもそういう属性作れるんですけど、組み込みの機能で L バリューっていうのがあって、関数の最後にスカラ変数を
置いといて、それを L バリューアトリビュートにすると、なんか関数の最後に置いてた変数に対して値を代入、こう関数名イコール変数とかすると、関数の中にある変数に対して代入するみたいなことがデフォルトでできます。で、あとアウトプットプリン、なんかシステムアウトプリント N とかそういうのが書いてあって、これも動くのは何で動くかっていうと、まあパールって、パールのインタープリンターがその入力されたコードをどういうふうに解釈したかっていうのを出してくれる、B でパースっていうモジュールがあって、で、まあ詳細知りたい方はそこに座ってるあの断行外っていう名前プラス B でパースっていうのでググると出てくるんですけど、まあ詳細としてシステムっていう関数が1を返していて、アウトが2を返して、プリント LN はプリントした上に3を返すっていうことをしているのをデパースでやると、まあ単純にこう123っていう文字列を連結して作ってるだけのコードっていう感じでした。で、まあtrue とか false とか、slow とか new の部分は割と普通のパールのコードなんで、まあ説明する必要ないですね。ちょっと渋谷から走ってきた、疲れたんで。で、まあこのように基本的に大体どのプログラムでも大差がないっていうのはなんか明らかになったんですけど、まあ僕が Java って言い出したのはちょっとした少し理由があって、まあその理由は割愛します。でことで、まあ Java とかいろいろ今年に入ってからちょっと真面目に調べたり少し書いたりとかしてきた知見をシェアすると、まあ Java の嫌いなところなんですけど、まあ JVM が重いっていうのがあって、まあ JVM の運用が難しすぎて、なんか JVM の運用カンファレンスみたいなとかもできるぐらい大変なんですよ。なんかね、GC とかストップザワールドで。なんだっけ、JVM っていうのは、すごいよくできたプログラムで、急に落ちたりはしないんですよ。で、安心して使えるんだけど、その代わり GC とか走ると、なんか、プロセスは落ちないんだけども、JVM の機能が全部止まっちゃって、結局高負荷で耐えられないみたいな、よくわかんないことが起きたりする。その辺ちゃんと、チューニングできるエンジニアとかがいたらいいなと僕は思っていて、きっと誰かが JVM 重い問題とかその辺の運用が大変問題はきっと何とかしてくれると僕は信じてます、本当に。で、その件は特に Java の欠点ではなくなった。で、重力のライブラリーとかなんか、なんだろう、ログ吐くのに、Java とかってログ4j とかあるじゃないですか。あれとかソースコードを見てみると、なんかよくわかんないファイルが200個とか300個ぐらいあってて、わーバカでかいなとか思うんですけど、まあもう Java っていうのは、どんな、なんだっけ、1個のコードでどんなシステムでも動くみたいな、言語なので、やっぱりどんなシステム上でも動けるログライブラリーっていうので log4j はできてるんで、でっかくなるのはしょうがない。そこは本当に諦めたらよくて、嫌だったらやっぱり自作でちっちゃいのとか作ればいいっていう、まあ簡単、パールモンガーにとってみればそれ普通のことなんで簡単な話ですよね。で、終わりました。で、まあコード冗長なんですけど、それは冗長だからこそちゃんと安全な、なんか動くコードができるし、あとなんか ID が全部保管してくれるんで、やっぱり ID 便利です。 ID がちゃんと動かない言語とかあんまり、なんだろうな、大変ですね。はい。で、ファイルが増えまくるっていうのも、やっぱりID が全部なんとかしてくれるんで、やっぱり ID すごいっていう話に落ち着いて、Emacs で Java 書きたいよみたいなタイプスターさんみたいな人がいるんですけど、Eclipse で普通に Emacs キーバインドあるんで、何も問題ないっていう。簡単です。ID 便利です、本当に。で、ID が重いっていうんです。人とかがいて使いたがらないんですけど、最近のは普通に軽く動くんで、さっさとお金出して買い替えたら解決なんで、これも問題になりません。で、シーパー M とか関東がないっていうのは、やっぱりまあエコシステムの問題なんですけど、割と Google とかでググればいいライブラリー出てくるし、それじゃあダウンロードして、やっぱり便利な ID の機能でインポートとかしたり、あと普通にクラスパス通して動かせばちゃんとライブラリー使えるんで、それも何も問題がなかった。で、まあなんかセンター、ジエコローがディスってました。はい、以上。で、あとなんか情報をググってもなんか古い Java のコードしか出てこなくてクソだみたいなことを言う人とかもいるんですけど、それってまあ我々パールモンガーが人様の言語でそういうことを言えると、ことを言えないじゃないですか。今までなんかすごい、
パールといえば CGI しか出てこないみたいなことばっかり言われてたんで、まあそこはやっぱり温かく見てあげましょう。なんか気になったら助けてあげてもいいしっていう感じですね。ということで悪いところは大体解決してしまって、まあ Java の良いところっていうのは多分いっぱいあるんですけど、僕本当にあの Java ニュービーすぎてていいところ全然出せなくて、まあ一番でっかいのは書ける人が多い、まあ大体の人書けるし、まあ一番最初にあのなんかクイズでも出させてもらったんですけど、見た目はあのなんか Java もパールも同じような言語だし、誰コードを見るだけだって読むだけだったらどんな人でも読めるコードになるっていうのがやっぱり素晴らしいと思います。でまあそれでもすごいアホみたいなコードとかが出てくる時もあるんですけど、それってどんな言語で書いてる人でも、どんな言語で見ててもやっぱり変なコード書く人っていうのはいるので、そこら辺はやっぱりなんかちゃんとしたコードを書ける人が指摘してあげて、なんか成長させてあげるべきだと思いますね。はい。あとまあ分かりやすいのはタイプセーフで、とりあえずあのなんかなんだろうな、パールとかだと例えばウェブアプリを作っていて、AMON2 とかのでコントローラーを書いて、なんかリターンでAMON2 のレスポンスオブジェクトとかそういうレスポンス用のオブジェクトを返さなきゃいけないところを、なぜか単なる文字列みたいのを返しちゃって、実行時にバグが出てなんじゃこりゃみたいなこととかなるんですけど、やっぱ型ちゃんとあのどういう型のこの関数のこのメソッドはどういう型でリターンをするべきみたいのが Java とかそういう型性的型付け言語っていうのは決まってるんで、まずあの間違ったオブジェクトを返すとか間違ったオブジェクトを渡すみたいなことがありえないので、その辺のめんどくさいバグはなくなります。なのでちょっと割とあのテスト書くところとかも少なくなりますね、パールに比べると。その辺はで、まあパールでもなんか頑張ったらできるんですよ実は。あ、やばい、全体が照らされちゃってダメだった、クソ、これそのまんま電車素手で持ってきてた、恥ずかしかったのに意味なかった。あのまああのフィールズ .pm っていう組み込みパール組み込みのプラグマがあって、それを使うとなんかハッシュリファレンスの中にあのこのハッシュリファレンスはどのキーしか使えないみたいなことを定義できるんですね。それを簡単に分かりやすくするとあのブレスなんとかフィールドペスブハッシュみたいな感じのよくわからない魔法があって、これはどうやったらこういう機能が使えるんだか僕まだよく分かってないんですけど、それをやっとくとあのもうこれ実行時に上の方でフーとバーとかっていうのが定義されてて、で下の方にあるマイフー、ダラフーっていうのがもうあのそのパッケージフーで定義されてるハッシュのキーへのアクセスしかできないみたいな機能になってるんですよ。なので一番下の方にあるダラホゲ宛てに何か代入しようとするコードを書くとエラーが出て、しかもこれはあのコンパイルタイムの時にエラーが出るので、途中のやつとかは実は実行されないみたいな不思議な機能があります。でもなんかやっぱりそれっていうのはもう誰も使ってない、使う必要がない。でなんか昔ランガソケットとか流行ってた時にそういうのを使ってるコードがあったんで、ちょっと思い出してたまたま言ってみました。まあ割とどうでもいいですね。あと6分で、やっぱりあの OR マッパーとかはやっぱり Java みたいな言語とかで使うと本当に効果が高くて、なんかテーブル名とかカラム名とかも全部あのテーブルのオブジェクトの中にカラムの名前のフィールアクセスフィールドがあるみたいな感じの作りになってるんで、まずあのタイプすることがなくなるし、カラム名とかテーブル名忘れても ID で保管してくれるんでちゃんと警告してくれる。でなんか全部無視してコンパイルしようとするとそもそもビルドが通らないんで間違ったクエリとかを投げなくなるんじゃないのみたいなことは思ってますし、実際あの社内の Java 使ってるエンジニアとかもこの辺をしてましたね。で、まあ、あと JSON とか安全ですね。まあ、これなんか最近流行、ジャクソンっていうやつが流行りらしくて、まあ、普通に上の方にユーザーっていう、クラスがある、定義してあるんですけど、ID とネームとヤッポかどうかみたいな
JSON が作れるクラスで、JSON を定義しようとしているクラスで、そのユーザーっていうオブジェクトに対して値を全部入れて、まあ、オブジェクトマッパーというのが JSON の、 あの JSON シリアライズでシリアライズするためのものなんですけど、そこでライトバリューとかやるとちゃんとあの下の方にある JSON が測れてきて、逆にその JSON まあそうですね、 Java だからしょうがない。でもその代わりあのなんかよくあるパールとかでハッシュにキーを埋めて JSON を作ろうとすると、あのキーの名前タイプしちゃったりとかして、結局すごい間違った JSON とか作ったりするんで、それよりはマシかなっていう、こういう感じですね。うっかりここの部分が実はあの審議値の値を入れなきゃいけないのに、文字列入れると実行時になんかちゃんとこれなんか文字列が入ってきて間違ってるよみたいな感じで、コンパイラーがオープンになる、あ違う、実行時にオープンになります。でまあパールだとあのなんかうっかり数字を入れようと思うのに、いつの間にかそのなんか数字入れてた変数が文字列として消化されて文字列の JSON が作られたとか、あとブーリアンで審議値 true と false どうすればいいのみたいのでみんな悩んで、バックスラッシュ1を書いたら true になってバックスラッシュ0を書いたら false になるよみたいなことを言う人もいれば、 JSONXS true っていうメソッドを使った方が完璧だみたいなことを言って、めっちゃめんどくさいんで、 Java とかやっぱりそのまま true は true、 false は false で使えるんでいいと思います。まあ、Perl こういうのが一番僕らにとっては、まあ、便利でやりやすい方法なんですけど、やっぱあのなんかタイプしやすくなっちゃうんで、 Java でやるんならちゃんとした型安全なコードの定義で JSON 作れるんで、それがいいです。はい、で Java とかもなんかそういうヌルポとかある、欠点あるんですけど、 Perl とかでもなんかこの今テングのコードをちょっと書いてみたんですけど、そのテーブルの中に ID で $ID の変数に入ってる ID 名にマッチしない、まあそのテーブルの中になんかマッチしない、あの検索式にマッチしなかったら、それあの左側のダラーローってアンデフ返ってくるじゃないですか。でそのアンデフかどうかもチェックしないで、なんかそのネームっていうカラウン名のメソッドを呼んだら、なんかパールも実行時に嫌なエラーとか出てくるんで、なんか Java はヌルポあるからクソいよねみたいなことを言ってるパールの人もあんまり、割とパールでも似たようなことあって変わんないねっていう感じです。で Java の利点って言っても、まあずっと言ってるように普通の言語なんで、まあ自分の置かれてる会社の状況とか環境とかによって道具とか選んでいくのが普通のちゃんとできるエンジニアだと思うんで、そこはなんか気にしちゃダメですね。で僕たまたま今多分 Java 書いた方があのお給料とか上がんじゃないのとか思って Java 言ってみてるだけなんで、まあそういうなんでしょうね、ポジショントーク頑張りましょうっていう話です。であと1分ぐらいなんですけど、 Java 8 の話どうしようかな。まあ割とあのストリーム API っていうのを最近実装されてて、これすごいんですよね。あのパールとかだとあのシュワルツ変換とかするとき、マップみたいなことをやると、マップの定義、マップとかグレープとかやった数だけなんかリストだから、要素数が10個の、変数に対してマップを3回ぐらいやると30回ぐらいループみたいになるんですけど、 Java だとこれ全体を見て最適化してくれるんで、1回だけループ回すみたいな感じですね。あとコールバック必要なのとかラムダとかあって、割ともうパール、Java はあのコールバックが冗長すぎて嫌だみたいのが削減されてます。こんなこれですね、この辺のメッセージのここがコールバックです。まあ時間ないんで割愛します。でまあ ID とか便利なんで、一発こういう機能を使うと一発で古き Java のスタイルになって、アノンクラスが作成されたりするっていう感じですね。まあ割といいです。はい、でもう時間なんで終わりです。でヒロムがあの Java の和風とか作ってるんで、それ興味ある人見たらいいっていうのを言って終わりです。以上です。ありがとうございました。はい。